越谷市のテレビ広報番組越谷コレクション。今回の越コレディスカバリーは特別編、人気投票居酒屋編で上位にランクインした地元に愛される居酒屋をご紹介。越コレスマイルでは幅広い国際交流活動を通して多文化共生社会の推進を目指す越谷市国際交流協会にお話を伺いました。越谷コレクション、こんにちは、ゆかです。水と緑と太陽に恵まれ新しい街づくりが進む街越谷市、この番組ではまだ知られていない越谷市の魅力を発信していきます。さあ、季節は7月、ますます暑くなる時期ですね。皆さん熱中症対策は大丈夫ですか？水分、塩分補給を欠かさず体調に気をつけて過ごしましょう。それでは今日もこちらのコーナーから。越コレディスカバリー。越谷の魅力を発信するため、越谷市では市民の市民による市民のための人気投票と題したアンケート調査を実施しています。これまでにラーメン編やスイーツ編、そば、うどん編などの紹介を行ってきました。今年の3月から4月に行われた人気投票第7弾は居酒屋編。今回はその中で上位にランクインしたお店を紹介します。東武スカイツリーライン蒲生駅の近くにやってきました。駅から徒歩5分のところに人気のお店があると聞いているんですが、あ、こちらですね、居酒屋リン。早速行ってみましょう。住宅街にお店を構える大衆居酒屋、居酒屋リン。一体どんなお客さんが訪れるのでしょうか。こちらは住宅地に近いお店ですが、どうですか、お客様は地元の方が多いですか。そうですね、近隣の家族がいらっしゃることが多いんですね。従業員の学生も地元の方が多いので、従業員の家族もいらっしゃることが多いです。あ、いいですね、はい、バイトお休みの時にも家族と一緒に来てくなるようなお店ということですかね。そうですね。あ、いいですね。地元の皆さんに愛されるその秘訣とは。フレンドリーで接していることが多いので、うん、まあ、また美味しいものとかニーズナブルなそういう設定となっておりますの で料理の幅も結構広いので、はい、品目数とかも結構80品目くらいあるので、はい、誰が来ても皆さん何かお好きなものがありそうという、より大人数で来ても楽しめそうなお店ですね。そうです。種類豊富なメニューを提供している居酒屋リンでは、毎日市場から直接食材を仕入れているので鮮度は抜群。また常時10種類以上の日本酒を取り揃えるなど、お酒のメニューも盛りだくさんです。来店されたお客さんにお店の魅力をお聞きしました。安いとか料理うまい、うん、本当にうまい、安い、美味しい、あとあんこ、うん、メニューがあるかな。お客さんからも大絶賛な居酒屋リンの豊富なお料理メニュー。早速店長の小林さんおすすめのお料理をいただきます。お待たせしました、大根のうま揚げです。大根のうま揚げ、煮込んだ大根をさらにちょっと揚げている一品となっております。煮込んだ上でさらに揚げている、はい、いただきます、はい、あ、すごい、お箸を入れるとじんわり中の大根からお出汁が、楽しみ、おお、うん、カリッとした衣の中に噛めば噛むほど大根から美味しいお出汁が出てきて、すごいなんか美味しさギュッと閉じ込めたようなお料理ですね。はい、そうですね。こちらはオリジナルのお料理なんですか。そうですね。大根煮てから揚げているということで、どのくらい漬け込むんですか。そうですね、最低でも3時間以上には。3時間以上漬け込んだ上で揚げている、手間のかかったお料理ですね。続いてお店定番のとろ玉メンチ。メンチの中に卵が1つ丸ごと入って、とってもボリューミーな見た目の一品。
達成しました。じゃあトロタマメンチです。こちらソースをかけてお召し上がりください。はい、ありがとうございます。トロタマメンチ、はい、衣がすごいサクサクで、メンチカツのジューシーさと、あの卵の黄身のまろやかさがすごいよく合いますね。やっぱ相性がもともとそういう卵のが良かったので、うん、だったらまあそのまま中に卵が入ってる方が一層美味しくなるかなって思って、うん、見た目的にもすごくボリューム感じられて、お子さんも含めて好きそうな味ですね。はい。最後は居酒屋リン一押しの新鮮な魚を使った刺身の盛り合わせ。刺身の盛り合わせです。刺身の盛り合わせ、はい、おー、こちらは季節によって変わったりもするんですか？はい、そうですね。毎日市場行って、その時のやっぱ魚は結構部位によってとかは味変わってきますので、そういう刺身に合う部位とか選んでいますので。おかげで海のない埼玉県でも美味しいお魚がいただけるということなんですね。そうです。どうしよう、じゃあカンパチいただいてみますね。はい、あ、綺麗ですね、お作り。いただきま す,、はい、います。うーん、しっかり身が締まっていて新鮮ですね。うーん、いくらでも食べれてしまいますね。これもまた日本酒欲しくなりますね。そうですね、はい。新鮮で美味しい料理を安くお腹いっぱい楽しめる居酒屋リンは、今年4月でオープン3周年を迎えました。オープンして3周年とのことですが、はい、ここ越谷市の蒲生という場所でお店を構えられたきっかけって何かあったんですか？そうですね、もともとこちらの場所に梅蔵という店で働いておりまして、もともとそういう料理が好き でいずれは自分でも独立したいという思いがありまして、一回僕も梅園の時辞めて他のところとか修行して、でコロナになった時に僕がこちらに戻ってきて、で、まあ、前のオーナーとか体調とかいろいろ関係があって、でちょっと夜の営業できないって話になって、でこちらの店を誰かやらないかみたいな話になった時に、じゃあ僕はやりたいですっていうのがこちらの店のオープンのきっかけですね。梅蔵だった時の常連さんは今も来てらっしゃいますか？そうですね、僕は8年働いてましたので、結構その知ってるお客さんもいいので、で、まあ、今でもその多くの常連客来ていただいてます。ああ、そうなんですね、はい、常連のお客様とのエピソードとか何かありますか？まあ、そうですね、僕が働いてた時にはこちらの方で婚姻届書いて出したことがあったんです。で僕がこちらオープンした時、その時子供を連れてきていただいてこととかありましたね。すごいですね、人生の色の締めに、ね、このお店で立ち会ってるんですね、はい、素敵です。地元に愛される居酒屋リンから見た越谷市の魅力ってどんなところですか？まあ、そうですね、ショッピングモールやスーパーとか数多くありますので、その、まあ、住む上に悪いところないところですね。先ほどお魚もいただきましたが、はい、市場とかも行きやすいところにあるんですかね？そうですね、越谷のニュース団地というところに越谷市場がありますので、そちらでいつも仕入れております。小林さんの今後の目標を教えてもらえますか？はい、まあ、やっぱ地元に愛される店としてこの先10年、20年と続けていきたいですね。そのために心がけていることも合わせて教えてもらえますか？まあ、そうですね、愛してもらえる理由としては、まあ、従業員のそういう笑顔の一つではあるので、この先もそういう笑顔を絶やさない営業を続けていきたいと思っております。小林さんの笑顔ももう素敵ですもんね。ありがとうございます。その笑顔で地元に愛されるお店を続けていってほしいなと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。コシコレスマイル、越谷市内で活躍する皆さんの笑顔を紹介するコシコレスマイル。今回ご紹介するのは越谷市国際交流協会。越谷市国際交流協会は幅広い国際交流活動を通して多文化共生社会の推進を目指している団体です。活動内容について会長の小林さんにお話を伺いました。市内在住の方の
日本語の補助ボランティア、それと日本語スピーチコンテスト、そのようなものも行っておりました。他にも外国の方と地域とが交流を深めることができるよう、さまざまな授業を企画・実施しています。その一つが越谷国際フェスティバルです。越谷国際フェスティバル、これは国を世代を超えて、市内在住はもとより多文化共生ということで、レイクタウンのアウトレットの空の広場をお借りしまして、そこで、まあ、いろんなショーをしたり、また水上のコテージの方では多言語のおしゃべりサロンとか、そういったものの催しをやらせていただきました。そして今年4月で越谷市とオーストラリアのキャンベルタウン市の姉妹都市提携が40周年を迎えたことから、6月にキャンベルタウン越谷姉妹都市協会使節団が越谷市を訪問し、両市の交流を深めました。キャンベルタウン協会の役員さんが11名こちらに来られます。でその時に、まあ、いつもですが、越谷のキャンベルタウン公園、キャンベルタウン野鳥の森公園、それといつも花田園、ここはやはり非常に素晴らしい庭園ですので、キャンベルタウンの方たちも非常に喜んでおられます。こうした活動により越谷の文化を世界に発信し、市民に向けて多文化共生社会への理解を推し進める越谷市国際交流協会、協会が目指す将来像を伺いました。これからも国際交流ということと国際理解を目指して、今まで先輩方がやってこられましたことを温故知新、いいものは残しながら、また新たなものがみんなと協力をしながら、会員で良いアイデアを出しながら、一生懸命住みやすい越谷市ということで、外国人も多文化共生ができますように、そのことも思いながら、しかし日本の伝統文化も大事に、逆に外国人の方に教えしながら、みんなが笑顔で暮らせる街づくりを目指して、国際交流をみんなでまた一生懸命頑張ってやっていきたいと思います。外国にルーツを持つ人々が共に学び、共に働き、共に暮らしています。多様性を尊重し、より豊かに活力あふれる地域となるために、今後も幅広い活動を続けていくことでしょう。